教室に入ってきたら空気が変わる。三浦くんだ。あー高峰くん、今日もいい匂い。女子たちが意識する。どっち派？がぜん三浦くん。私高峰くん。じゃあ瀬戸くんは私がもらっていきますね。それに混ざれたら楽しいだろうなって毎日思う。さくらは？あー、ドキドキする。かっこいい。13にもなって初恋もまだなんて言えない。ねえ、あれは大久保陽太。大久保か、ちょっとないかな。背低いし大バカだし。お調子者担当以上みたいな。かっこよさが全然ないんだよな恋って。あ、なんだろう。あ、悪い。力強い。もっとちゃんと謝れ男子。そんな、うるせえ。はぁ、あ、ドキドキどころかちょっと怖いと思ってしまう。男子は未知の生物。降ってきた。折りたたみ傘、折りたたみ傘。もしもし。あ、大久保くん。朝話題に出た。お母さん。お母。やばい、部屋の窓開けてきた。ごめん、閉めて。いや、いつも入るなって言ってるけど今は別じゃん。そんな、お願い、おか。さん。お母さん。いやー、え、恥ずかしいところ見られた。今の見なかったことにして。あのこういうところがダメなんだ俺は。だから貝みたいになれないんだ。え、だからモテないんだ。モテたいの？え、そりゃそういう風に思うんだね。変？いや、わかんない。男子のことはよくわかんない。女子だってわかんないよ。いつも群れててなんか怖いし。怖っ。集団で攻めてくるし。ちょっと大久保、掃除してよ。そうだそうだ。やけに俺に優しいと思ったら結局貝狙いだったし、ちょっと好きになりかけたし。なんか男子って大久保くん初めて喋ったけど、こんなに身近に感じれるものだったっけ。ごめん。かわいさくらです。さくら。さくら。さくら、兄弟いる？お姉ちゃんが一人、高二の。お姉ちゃんか、似てる？むしろ正反対かな。活発で、うちに連れてきてた男の子の友達がちょっと乱暴めで。イエーイ、ちょんまげ。それからちょっと怖い。男子という生き物。あ、ごめん、俺も怖い？全然怖くない。俺んちは妹、今は小3で、夜中まで一緒にゲームやったりするよ。いいな、私もゲームするよ。じゃあ。うん、早く家に入って。てか逆じゃん、なんで俺んち先にあんだろ。結局すごい濡れてた。傘の意味、止むまで一緒に待っとくとかの方は。さくら、ありがとう。それどころか楽しかった。男子もお母さんって言うんだ。お、濡れてて怖い。怖くはないと思うんだけどな。
問いに大久保。はい。いい返事だ。問いにですね。へい、シエリ。おい、やめろ。ヨウタ、クソゲ。はい。いや、俺のが起動した。三浦くん、爆笑。せっかく当ててくれた先生の思いを無限にするわけにはいかない。いや、別にいいぞ。時間の無駄だ。なんで当てたん？な、へい、さくら。ほ、問いにわかる？え？え？河合さん？さくら？なんでなんで？昨日友達になった。マジか。ルート2です。な、はい、答えない。いや、可愛い。答えてるし。なんだこれは。というか、友達認定されてた。は？あ、なんでここで着替えてんだよ。女子は更衣室があんだろ。遠くてめんどくさいんだもん。うまく着替えるから。ふざけんな。だよね、ごめん。あれ、さくらは？もう行ったのかな。それかやっぱ更衣室行ったのかも。います。とっさに隠れた。早く行けよ。いないよね。はいはい。さくら探そう。ありがとう。でもここにいる。今日はサッカーだって。待って、着替え始めないで。お父さん、お母さん、ごめんなさい。アコは今日もここにいます。今日もすごい。あ、見えなくなった。誰も知らない私の秘密は。戻ろう。放課後、3階の空き教室から見えるこの光景をこっそり覗くこと。スージー、どうしたの？続き早く。へえ。その日彼女の親いなくてさ、密室じゃん？二人じゃん？てか何見てんだよ、堀内。お前には関係ない話だから。そんなことここで話さない方がいいよ。彼女かわいそうじゃん。なんでお前が怒ってんの？ウケる。そんなカリカリしてるから彼氏できねえんだよ。もう一回言ってみろよ、こら。アコ、ほっとけ。別に知ってるし。言えるわけない、こんな私が。いつか自分もなんて。めくるめく体験をいつも夢見ているなんて。あれ、今日はいないな。残念。また明日来よう。ごめんね、今日はご期待に添えず。君でしょ？いつもこの窓から俺と女の子たちのこと見てたの。気づかれてたなんて。見てたってことは興味あるんでしょ？は？私は別に。教えてあげようか。綺麗な人。動けない。私このままキスされるの？いい顔取れたよ。わ、私のキス間違おう。消して。大丈夫、消してあげるって。でもそれまでは君は俺の言いなりってわけだ。言いなり。瀬戸修司、俺の名前覚えてね。あーこ。私の名前知ってるの？何をされるの？だって相手はあの瀬戸くんだよ。私もきっと女の子たちみたいにあんなことやこんなことを。キャー、どうしましょう。おはよう。昨日全然眠れなかった、妄想しすぎて。瀬戸くん、平常心平常心。
今日の放課後1階の空き教室。そこって瀬戸くんがいつも女の子といる場所。あこ、なんかいいことあった？別に期待とかしてないよ。ん？そう、私は脅されて仕方なく行くんだから。じゃあ誰か来ないように見張っててね。よろしく。は？あれ？期待してた展開と違う気が。私はもっとこう…ダメだよ、こんなとこで。ダメだよ、こんなとこで。あ？もう習字ってば。あ、来たよ、ユキ、行け。毎日毎日うるせえわ、アホか。アホか、いただきました。ユキのメンタルよ、うらやま。あ、行ってくる。また？たまには引くのもありかもよ。無理、好きな人には毎日好きって伝えたいもん。誠先輩との出会いは春、入学式が終わって教室がわからなかった私を助けてくれた。優しくてかっこよくて、それからずっと大好きで先輩。うわ、きつい。誠先輩、シャンプー変えた？ほのかに香る。はあ、本当なんなのお前。すげえ。吹けで早く帰れ。言葉はきつくたって優しい。おい、帰れっつったんだよ、危ねえだろうが。ごめんなさい。うぜえ。ゆきちゃん、今俺ピアス開けてんの、怖え。毎日毎日こうやって会えるだけで幸せ。でももう卒業じゃん。え、 What？ あ、やばいやつこれ。何作ってんのそれは。え、なんかの飾り。おい、誠先輩、9日にいなくなるんだよ。うっ、そんな。おい、What？ 毎日会えてたから何にも考えてなかったな。雪らしいわ、そんなの。やだ。俺らが大学の話してたの、なんだと思ってた。誠先輩じゃない人の話だと思って。へえ、北大ですか、遠いですね。へえ。アホか。全然会えなくなるじゃないですか、番号も LINE も知らないのに。え、まだだったの？数値で充電なくなるわ。何かつながりが欲しい。先輩が私のこと忘れたくても忘れられないような爪痕残せるような、離れても一生の思い出になるもの。あっ、あー、ゆきちゃんマジでへこんでる。大丈夫？先輩、お願いがあります。卒業までに私とキスしてください。おお願い、特別な思い出が欲しいの。誠先輩の唇の感触を私に。どうすんの誠。ああ、いいよ。俺は全力で逃げるけど、あとできなかったら俺からも卒業しろよ。きっと今までみたいに公園に行くだけじゃダメだ。でも絶対にやってみせる。誠先輩、一緒にお菓子食べましょう。さあ食べて、さあさあ。アホか、せめて隠せ。わーお、わ、なん
か胸が痛い。は？ユキ大丈夫？先輩どこ？先輩の人工呼吸で助けてください。息ができぬ。死ぬかと思った。よかったな復活して。やばい、全然ダメ。そりゃあね、あと2日しかない。こうなったらやばいしか。やめとけ安西。ちょっと奥のユキってどこ？あ、やばいやつパート2。あのさ、あんたのが誠との付き合い短いくせにあんまグイグイ行くのをやめてくんない？あ、小林さん、これ先生が渡しといてって。あ、何それ。あ、何？え、俺なんかした？絶対変なやつって思われた。どうして私ってこうなんだろう。小林東花、15歳、小中女子校だった私は未だに男の子になれない。東花、また男子にパニクってたでしょ。入学して1週間経つのにまだダメなの？だって女子と違う生き物みたいで何を話したらいいのか。ずっと恋に憧れてたのにな。好きだ、もうどこにも行かせない。はあ、こんなんじゃ全然ダメだ。あれ、今日山上来てんじゃん。前生意気って絡んできた3年返り討ちにしたってあんまいい噂聞かないよね。へえ、初めて見た。トウガと並んだら狼と羊って感じ。いやー、ライオンとウサギっしょ。ライオン？ライオンなんてそんな感じに見えないけどな。綺麗な子。山上くん、近づかないように気をつけよう。ドラマとか少女漫画の中だったら大丈夫。バカ、話しかけられたかもしれないのにな。どうか、また飛んでたぞ。すぐ逃避する。イメトレだよ。苦手だけど私なりに頑張って練習もしてるんだから。見て、今は少年漫画で男の子の心を勉強してるの。あと弟と話す練習とか。弟いくつだっけ？9歳。せっかく共学の学校に入ったのに、このままじゃ恋どころか友達も作れないよ。あ、ここどうぞ。おや、まあありがとうね。本日事故の影響で大変混み合っております。苦しい、息が。山上くん、なんで今日チロチロ見てたから怒ってる？プニプニでコロコロでキラキラしてて、あーもうかわいいな。ちっちゃい子ってなんであんなかわいいのかな。天使、一緒に遊びたいけど弟も妹もいないし。はあ、ちっちゃい子不足か。ん、こんな
こに保育園あったんだ。不気味。さあ逃げろ逃げろ。さもなきゃ魔王様が食っちまうぞ。正真正銘保育士だ。こわー、名前と顔のせいで魔王って呼ばれてるのか。すみませんでした。まあいい、お前はいい時に来た。え、これだ。エプロン、これが何。俺は眠い。こいつらの面倒は任せた。よろしく。本当に寝たし。なんて適当な人なんだ。ねえねえ、心お姉ちゃん、絵本読んで。あ、俺お膝座る。こんな可愛い子たちほっとけるとか信じらんない。いくらでも読みます。じゃあ読むね。え、あれ、歩夢くんもこっちおいでよ。魔王は、あ、この子さっき一番泣いてたし、魔王さんのことを苦手なのかな。うるうるしてるのも可愛い。大丈夫、魔王さん今お昼寝中だから怖くないよ。そうだ、あんなろくでなし魔王なんかより絶対私の方がこの子たちを笑顔にできるし。そうしてひどいことばかりしていた悪い魔王様は倒されてしまいましたとさ。あ、水冷た。ただいま午前10時半、学校から電車で2時間の海へ。人生初サボり、開放感すごい。見知らぬ土地、はあ、おい、バカ野郎、死んだっていいことねえぞ。いや足つけて水遊びしてただけなんですけど。何この男。悪かったって、この海波高いから危ねえんだよ。あんたこの辺の人じゃねえだろ。ギク、何のこと。セーラーじゃない制服珍しいし、つーか学校はサボり。俺もだけど。あ、家で関係ないじゃん。マジでめんどくせえな。あんた中学生くらいだろ、帰れよ。ほんとなんなの、高一だし、なんで知らない人にそんなこと言われなきゃいけないの。じゃあはい。二個上、そっちは。うん、スミ。スミね。とりあえず服どうにかしね。ベトベトする。来い。こいつ強引。ちょっと、カフェ？俺のバイト先。あれ、ナンペ今日出勤？いや、服取りに来た。スウェット置いてて。なんでこんなことに。
そもそも私なんでついてきちゃったんだろう。もっともっと遠くに行きたいのに。え、南平の彼女？ちげえに決まってるよね。だよね。ん？なんでだよね。南平モテないの？あ、俺の夢はファーストキスした女と結婚することだ。は？愛するたった一人をまだ探してる最中なんだよ。そうそう、だから南平まだ。やめろ。いつてならねえ。家で娘、そこで待ってろ。な家で中なの？はい、どうぞ。ありがとうございます。あそこの海岸にいたんだって。昔南平もよく行ってたみたいよ。近くで一人暮らししてるから。一人暮らし。スミ、これ着ろ。ダサ。あんだとこら、超可愛いだろ、こら。おそろいかよ。余計恥ずかしいわ。この後ずっとこれ。変な人。じゃあ行くわ。うん、また来てね。あったかくていいところだったな。君の前でだっけ。私はわがままになれた。あ、これ夜の好きなおやつ。安くなってる。で、もういらないんだった。1ヶ月前、夜が事故で死んだ。雪。夜がいたら寒がるだろうな。何をしてても。夜のこと思い出しちゃうよ。ダメ。夜もこんな感じだったかな。まあいっか。これで夜と一緒になれるなら。あっぶね。あ、え、なんか落ちた。あ、すみません。はい、つけて。うん。は？つけてって変態さんですか。ああ、違うって。俺だよ、俺。夜だよ、さえ。何言ってんだこの人。あれ、でも毛の色と目の色が夜にそっくり。うわっ。あ、ある。夜を拾った時に手当てして貼ったやつ。剥がすと怒るから何回も貼り直した。わ、私のお母さんの名前は？まゆみ。夜のお気に入りの昼寝場所は？中央公園。私がいつも愚痴ってた先生の名前は？森仙。落ち着けよ。お前の方が猫みたいだな。なんか変なの。夜、猫の時はあんなに小さかったのに、今は私の方が子供みたい。いよいよ、猫だからチビだったけど、普通にお前より俺の方が年上だぞ。え？猫は人間ほど長生きしねえのよ。あ、うん。うわっ。え、ちょ、さえ。ないで。え？そういうこと言わないで。ああ。
24時間365日あなたのことが大好きなんです。日向さん、日向さん、おはようございます。朝ですよ。あ、今日の寝顔も可愛いな。うるさいぞ花子。今ご飯の用意してやるから待ってろ。はーい。このかっこいい人は僕の飼い主の日向さん、16歳。昔巣から落ちた僕を拾ってくれたとーってもいい人。おい花子、お前またつまみ食いしただろ。まったく何回言えば。ごめんなさい。チェ、勝手にしろ。新しい餌はここに置いておくからな。すかな。日向さんごめんなさい、もうしませんから。もうこんな時間か。俺は学校へ行くから、おとなしくしてるんだぞ。そんな。僕は日向さんが大好きだけど、日向さんは僕のことが嫌いみたい。いつも僕を置いて行っちゃうし。ああ、僕も人間の女の子だったらもっと日向さんに愛してもらえたのかな。畜生。あれは日向さんのお弁当。日向さんの両親は出張ってやつでずっと家にいないし。腹減って力が出ない。花子、助けてくれ。そうだよ、僕が助けないでどうする。日向さん、今行きます。うわ、なんで鳥。冷たい、寒い、冷たい。こんなに寒いのにどうして僕の体の方が冷たいんだ。お母さん、あれ見ちゃダメよ。日向さんに弁当届けなきゃ。でもこんなんじゃもう食べられないかな。もし本当に僕が人間だったらよかったのに。誰だお前、いたずらならよそでやる。日向さん、僕ですよ、花子です。俺はお前みたいな女知らん。人違いだろ、早く帰れ。そんな。日向さん、僕のことわからないんだ。僕、ここしか帰る場所ないんです。どうしよう、寒いよ日向さん。これじゃあ何のために人間になったんだ。おい、飲み返すだけでかっこいい。カナ、帰ろう。ごめん、明日再テストだからあと少しやる。私ばっかでさ、本当に。それで？
恥ずかしい。数学のテストだと思ってたら英語のテストで、全くわけわからなくて21点で再テスト受ける。口が止まらん。カナって面白いよね。でも受けている、嬉しい。あとうちタマっていう猫いるんだけど、最近爪切らせてくれなくてさ。生まれて半年経ったんだ。蓮見カナ、高校1年生。隣のクラスの司と付き合って3ヶ月。2人でいると照れ隠しで喋りすぎちゃう。だって司かっこいいんだもん。好き好きなす。なんやこいつ。観察日記書くか。5月17日。恥ずかしくて自分からはいけないし、喋りすぎるけど、今日もリードしてくれてイケメンでしたと。あさって3ヶ月記念日だ。司観察に気をつけるくらい大好きです。幸せだな。え、付き合って3ヶ月なのに一回もキスしてない？うん、求めても来ない？うん、それやばいよ。え、ほら、キスを3ヶ月求めないのは別れのサイン？キープされてるんじゃない？でも手とか繋いでくるよ。普通だったらキスするよ、そこまでしてたら。キープはさすがにない。はず。でもいつもスマートな司がキスしない理由が分かんない。正直別れたい。キスすると後々面倒だしな。ま、次の女見つかるまでキープしとくか。私は幸せで順調だと思ってたのに。なんで？いや、これやんけ。どういうこと？今まで順調だと思ってたのは司が優しかったから。キスしないのは愛想を尽かされてるから。振られる前触れ。面白。つまんねえ。可愛い女の子ってどうしたら。そうだ、これがあった。これで司がキスしたくなる女子目指す。このノートには司の好きなもの、思い出、全部書いてある。つまりこれを見れば司のことが一番よくわかる。これ使って作戦立てて可愛くなればキスしてもらえるはず。 I want you to kiss me。 いける。そうか。絶対4ヶ月になる前にキスしてもらうぞ。おはようかな。イメちゃん？そんな感じ。よしよしよし。今日は司に少しでもいいねって言われたのを詰め込んだ司大好き欲張りセット。作戦1、おしゃれを頑張る。いつもと違う。ん？いい匂い、なんか顔近いやん。キス、これだ！ん？かな、何か匂いが来た。静かに、上目遣い。そんな離れてるの？最近早歩き練習してて。スマートに避けられた。そんな臭い？香水10回かけたから？これ。犬にも吠えられてる。ごめん、私今日香水つけてて。貸すよ。そんなにつけなくても大丈夫だよ。優しい。やっぱりちゃんと両思いだよね。手つなご。そうだ、次。いつか見れるかな、あなたのすっごく驚いた顔。何でもできるんだよって威張ってる私を見てさ。ほら、目覚ませ泉。寝てないってば。バレてんだよ。多分それは髪ぼわってるよ。マジで？今から彼氏と会うのにメイクも直さなきゃ。
アイカちゃんいいところに。ちょっとお手伝って。何を？ずっと先のことだと思うんだけどね。アイカちゃん器用でしょ。そんな可愛くアレンジできるんだから、パパッとお願い。やばい、どうしよう。泉、交代。雪村。ありがとう、アイカちゃん。私は自分でも信じられないくらいどんくさくて雑で下手で、あなたは何をしても器用で美しい。はい。おはよう。10分遅れてる。5分で仕上げるぞ。でもう準備万全じゃねえか。はい、よろしくです。いつもの朝でも、今日は少し雪村の手がひんやりしてる。今日は髪アップな。化粧水は自分でしてくれ。はい、お願いします。誰にもこのことは秘密だって。びっくりされるし、変な噂立てられるの雪村だって迷惑だろうし。あのさ、泉。ん？だって私たちは恋人じゃない。俺来月引っ越すことになったよ。え？あち。うわ、動くな。引っ越す？どこに？なんで？こっから1時間くらいのとこ。親の都合。え？しゃあねえだろ。じゃあ私は毎朝どうすればいいの？私は雪村がいないと何もできないよ。俺はいい機会だと思ったんだよ。いい加減泉はリップくらい自分で塗れるようになるべきだ。ごもっとも。でも知ってるでしょ、私がどんだけ不器用か。知ってる、だからだ。今日で最後だ、これは。そんな、そんなことって。じゃあお先。どうしよう、マジで。私たちは中学で出会って。いや、大げさな。うらやましい。ねえ、もしかしてこれと同じにとかできたりする？え？雪村くんに何やってんの、愛花。行くよ。やってみようか。わーい。そんな感じで始まったこの関係、私だけなの？この気持ち。いやいやいや、なんでだよ。マジそれ、そんな、そんな。そこ私の席。そこ。うわ、ビビった。怖。羽野さんって普段全然喋んないのに突然大声出すし怖いよね。ねえ、タイミング難しい。ハノナナ、普通の中二。いや、コミュ障で地味な中二かな。え、あの子今来たよ。もう昼過ぎなのに。あくびしてるし。ねえ。あの子染めすぎて何色かわからなくなってる髪、ちゃんと着てない制服、ピンクの唇、みんなと違う。ネミ、いつも一人でいるあの子。同じ一人でも私と全然違う。群れてなくてかっこいい。夜中外で溜まってるらしいよ。うえー、来年受験なのに。高校行かないんじゃない？行かなそう。すごい、いるだけで話題の中心になっちゃう。あの子の話してるみんな。私と違って特別な人。FBI だ。きっとお
家の中は複雑なのかも。ごちそうさま、散歩してくる。いってらっしゃい。ご両親いないかも。死んじゃってるとか、捨てられたりとか。家はあるのかな。ないかも。お腹溜まってる人たちもきっと同じ傷を持つもので。うわ、こぼした。大声出すなよ、近所迷惑だって。嘘、あの子。え、やば、私なんかが気安く。あの奈々さん。え、気をつけて帰ってね。嘘、知り合い。うん。なんで。クラスメート。あの子が私のこと知ってる。あの子の話してるみんな。ねえ、昨日の夜あの子また溜まってたって。男といたって。マジ、俺も行こうかな。遊んでくれんじゃない。ねえ、私昨日あの子に名前呼ばれたんだよ。すごいでしょ。え、笑ってる。めっちゃ見てるよ。怖。刺激的でしょ、特別なあの子が。帰んのかな。ほんと何しに来てんだろう。私を。あ、花さんも帰んの。あ、うまく喋れない。喋れたことないけど。天気いいもんね。それは教室の隅の小さな話。鈴木くん、今日も大丈夫なら一緒に。のほう、帰ろ帰ろ。バイバイ。あ、ちょい待って、今日俺ゴミ捨て。鈴木くん大丈夫？からかわれたりしてない？毎日一緒に帰ってくれるけど。いや全然。そっか。そうだって、心配しすぎ。付き合って2週間。好きです。俺？今が一番からかわれる時なんだろうけど。じゃあな。あ、鈴木、また明日。そうする。私たちは世界一地味なカップルに違いない。もうやめてよ、こんなとこで。だって俺アヤピョン大好きなんだもん。目にゴミ。キス仲いいな。ハグとかキスとかそれはまだ。でも私も手とかつなぎたい。地味とか関係ないよ。私だってもっと仲良くしたい。の、どうした？はあ、こんなこと考えてるって知ったら引く。鈴木くん。はい。今日寒いね。昼もずっと冷え込んでて、手とかすごく冷えない？手つないでとは言えないし。でもこれで。ごめん、全然気づかなかった。そうだよな、女子はスカートだから寒いよな。一番あったかい巻き方にしとくわ。返すの本当いつでもいいから。俺父さんと共用の使うし、親今週いねえし、なくて困んねえから。洗剤のいい匂いする。どうしよう、抱きしめられてるみたいで。
からこんなでキスとかできるのかな。ただいま。ほの、私もご飯。シチュー焦げてる。まさか帰り討ちに会うなんて。しかも気使わせちゃったし。いつでも大丈夫。でも嬉しかったな。死ぬほど恥ずかしいけど、もっと彼女したい。え、いつでもよかったのに。の、洗濯までしてある。ありがとう。こちらこそありがとう。あったかかったよ。よ、陽介くん。名前呼びって彼女っぽいし、固まってる。やっぱりダメなら。はい、はい、陽介です。ごめん、びっくりして。なんでダメなの。そっか。じゃあ俺、ほのちゃんでいい？うん、はあ、ほのかじゃないんだね。それはちょっと。夢を持たない私にとって、未来なんてどうでもいいものだった。ああ、帰ってたの？ゆずき、帰ってきてたならただいまくらい言いなさい。ご飯できてってどこ行くの？その辺、ご飯後で一人で食べる。今日進路のことで担任の先生から電話があったわよ。進路希望のプリント、クラスでゆずきだけずっと提出してないって。高校どこ行きたいとか考えてないの？別にどうでもいいよ。やりたいこととかないの？前はあんたあんなに。ないよ。んじゃ行くね。ちょっと、やりたいことなんて。もうピノ、ピノに会いたいよ。どこまで走ってきちゃったんだろう、こんな林の中。真っ暗でよく見えん。うわっ、段差。行ってって、変なところまで滑り落ちた。大丈夫？あ、ゆずきちゃん、僕だよ、ピノだよ。なんで？ピ、あー、よかった、目覚ましてくれて。僕すっごい心配して。でも久しぶりにこうして会えて、僕すっごく嬉しいよ。めっちゃ喋ってるけど、本当にピノ？夢？幻？だってピノは1年前に。ピノ？夢でも幻でもどっちでもいいや。だって私はずっとピノに会いたかった。ゆずきちゃん、どうしても言いたいことがあったから。あのね、ねえゆずきちゃん、そんな顔してないでさ、楽しいところに遊びに行こう。え、こっちこっち、早く。え、そっち、暗っ。はあ、こっちの方ってこんな明るいところあったんだね。知らなかった。驚くのはまだ早いよ。ほら見て、ゆずきちゃん。はあ、最後まで動画を見て。